まずはとりあえずラオコーヤのお宝、おそらくグリンダムの鞭を取りに行ってこよう。ここだな。キノコ。パッ。パフー。おらおら。うわ、即死った。よし、行くよ。やっぱレベル上がるまでは使わん方がいいな。無茶するんじゃないよ。まだレベル1だもんな。ちょっとやばいかもな。鉄鋼弾。超天魔弾。超天魔弾。ちょっとやばいかもな。よし、一瞬で8になった。結構厳しい。よし、もうちょっと倒さないと。ベホマー。よし、これも上がるんだろう。よし、ふう。ベビーブースト。ドラゴンも倒してしまえ。マジ5000、すさまじい。殺技より強いじゃねえかっていう。もっと器用さを上げるべきだ。あまりにも会心の威力が強すぎる。4800。たまらんダメージ。レベル12になったね。これでだいぶスキルに触れるだろう。強い、超強い。レッドアイ、星のかけら。さあってレベル15からってだいぶじゃねえか。無心攻撃、ミラクルブースト。ちょっとパラメーターの底上げしておこう。もう少しで15ぐらいから覚えれるんで、とりあえずチェックしてみますか。さ、グリンガムの鞭ここにあんでしょ。誰か襲われてんだ。あ、ハグメタかな。メタキンだ。メタキンさん、みんなメタキンを狙え。初めてメタキン、配信に出ろ。当たらん。さあ行くよ。これもうヘビーブースト状態で三角の無限攻撃が当たることを祈ろう。当たれ、配信出ろ。全部ミスだよ。ダメだったか。一回も行かなかった。真の万象弾。ちょいとやりすぎちまったね。ほら倒せてない。任せろ。切り裂け。
こうなったらもう手数だ。当たらねえ。一発ぐらい当たれって。やっといった。小さなメダルも出た。よーし、メダルキングハンター。あと輝き士戦歴かなんか出たな。全部の転職できる職業で20にするだったと思う。バトルマスターが25だ。これか、グリンガムの鞭。あれ、元気玉だ。グリンガムの鞭ここじゃないの。あ、あの上違うな。あ、こっちか。見事なまでのメタキンさんの回避っぷりだったよ。これかな。よし、最強の鞭。賢者で鞭装備するか、ゼシカに装備させるかだよね。一気にレベル上がったな。ランドインパクト、斧、槍、天下無双、双剣。まあ、これだな。トルネードスラッシュ、トルネードラッシュか。片手剣、聖剣爆撃、聖剣好き。ちょっと違う、無心攻撃。テンション上昇量、ハイテンション、徐々にテンション上昇。このゲームはテンションゲーだからね。とりあえずテンション系上げて、回避の時に一気当選。これは味方死なない方がいいんじゃない。36以上バイキルトとかあんまりねえんだよね実は。三河市性能アップ、あとパラメーターの速攻上げ。でちょっと残しておくかな。でスキルの装備を、このフリーズブレードを天下無双にしてみよう。よし、 OK。 そこをすげえ襲われてるけど、ちょっとね行く方法ないんで諦めてください。じゃあね。で帰ってきたからゼシカにグリンガムの鞭169。さすがだね、169ってめちゃくちゃ強いじゃん。これ今135だぜ。2人ともいなくなってる。あ、いた。読み込んでなかったのか。討伐する。おわし、メタキンさん倒した。お疲れ様です。ご分を。もうちょっと倒さないとダメみたいな。ごきげん。まあ、そしてトロフィー、メタルキングハンター。まあ、あ、輝かしき、職歴か。一応これで全部だね。バトルマスターと賢者しかないんだ。104枚。勇者はないんですか。まだ半分もいってないな。またいらしてね。あ、来たよ。修也殿、そう呼ぶすべきでしょうか。英雄なのですから。メタルの、そんないいものもらえなかった。
砲丸砲丸あ増えてる増えてる。魔獣の皮増やしたいね。魔獣の皮増やそう。砲丸の成立。このどうでもいい交換もしとこう、トロフィーのために。やった、まあ、長い目で見りゃ今急いでする必要もなさそうだけどね。こんなレアなものをあんまり買いたくない。精霊石、また来てくださいね。これで一応クエストはもう DLC のキャラクタークエストだけになってしまったな。お気をつけて。アクセサリー強化できる。スライムピアスの元がいる。スライムピアス1個しかないからね、元にできないよ。1つマックスにするっていうのがあるはずだからな。で、竜のお守り、おお、いいねいいね。まだいけるまだいける。絶対ここで止まるんだよ。お守りの元がね。でもこれ結構性能いいから全員分欲しかったりするんだよな。レア系の装備だと確か元がいるのか、結局いるのか。レア系のアクセサリーまだ持ってないな。2個効果あるやつとかあったよね。いつでもやっとくれ。何か用かな。19万、とりあえず30万だね。おう、よく来たな。また来てくれよな。おう、また来るよ、そのうちな。ちょっとチェックしてみようか。戦歴、武器がまだ 35%、 オーブが 65%、 アクセが 65%、 素材が 91%。 とりあえず素材 100% が一番になるのかな。クエスト 97% だ。あれ、何がまだなんだ。 DLC クエストが別となると11、まだなのがあと11か。40から先が DLC クエスト、40と11かな。あと1つか2つだね。まあちょっと条件もわからないし、あれかな、ネットワークモードと DLC を進めていくことにしよう。よーし、とりあえず一度これ行ってみますかね。立夏の宿へようこそ。立夏の宿へようこそ。迷宮の地図を使っていろんな迷宮行くことができますよと。時空の迷宮に行く。仲間のストーリーを助ける。時空の迷宮のシングル版、オンライン名を変える。行く。ご自分でルームを作り、時空の迷宮に行く仲間を集めたいときは仲間を募集する。募集しているルームの中から選びたいときは、仲間の募集に応じる。そして立夏にお任せ、あ、これ適当ね。これシングルもあるんだね。必要レベル3、楽勝だな。行ってみようか。時空の迷宮。ラッキーフロア、会心の一撃ウィーバー、やったぜ。ゴールドアップキャンペーン中。ゴールドマン、ゴールド、ゴールドいっぱいいる。ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト。天下無双ってどんなのかな。めっちゃ強、めっちゃ強くね。いや違うな、敵が弱いんだ。ゴールドストーン、来た来た。これ
なんかマップも超わかりやすいマップだな。敵がね弱いからダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダストだけで十分。なんか全部倒しちゃいいの、それともある程度倒したら次の条件でも出んのかな。結構出るね。無限に湧くってことはないよね普通は。中ボスプラスを全部倒せば終わりだといいな。トルネードはだダブルラリアット。あんま強くねえ。ベルバドラフ、ケンガム増刊。でもここレベル3から来れるみたいな。多分3だったらきついと思うんですけど、ちょっとあえてザコ残しといてみるか。ザコ残してても終わるのか確認したい。頼んだぜ。2機同時と思ったんだけどダメみたいだね。うわあ、縁切り、ザク縁切り。次はどいつだ。よし、これで中ボスクラス抹殺。どう、クリアにならない。やっぱ全部倒せってことか。よーし、任せたぜ。ダイヤモンドダスト。まあ一つ目のやつだからね、簡単だったから。これ。これ。あと1匹いった。まだいってない。フィニッシュ。うんだな、全員倒せばクリアか。なんとあ、階層があるのかな。旅の扉ってことは、そして連続で次のマップ。おお、いっぱい来た。ダイヤモンドダスト、大ダイヤモンドダスト。結構強いんじゃなくて自分が弱いのか。これ、おう、痛い。結構強い。ダイヤモンドダスト、これダメだよ。俺の勝ちだ。フレイムバレット、ローリングサンド、激しい炎。女神気分センターもそう、攻撃力は高いんだけどちょっと攻撃が激しすぎるな。任せたぜ。
ドラキー、俺を助けるんだ。いや、火力が足りん。まあプレイヤー4人でやるぞ。次に呼べないらしいから、ちょっと呼んだ方がいいね。雷斬り、ザマの油いただきます。おとりになっておくれ。お前だけだわ。でハイテンションゲージがどうなるのか、ちょっと切り裂け。きた、よし、限ってきたぜ。雷切り痛い。いい防御してるね。お前だ。ギガデインになってる。ギガデイン、ダムした、ダムした。あくまで必要。やっぱオリネルさんかな。ほらよ、さあ、テンションゲージは持っていけるのかな。そもそも取れないという。もうクリアしてるから取れないっていう。やった、こんな美味しいことがあるの、あっていいのか。倒せる。行ったか。行った。ボーナスマップだな、ここ。結構倒せたんだよね。3匹ぐらい倒せたんだよ。やったぜ。ボス戦？ボス戦ありそうな。これワンのボスじゃん。ボストロール&スターキメラって。いけ。で、あれだね。ハイテンションゲージも消える。使っちゃっていい。せっ、行きます。任せろ。行くぞ。ちょっとやばいかもな。あ、死んだ。やっぱちょっとレベル低めだな。はい、蘇っときなさい。いつまで寝てる。よし、行くよ。うお、あれこれ一つ目だよな。
なんかめっちゃ強くねえか。任せろ、切り裂け。行くぞ。めちゃくちゃ強くねえか。いつまで寝ている。グランドネビラ。ちょっとそろそろ残りカーブ危ないの。ちょっと立ちに行かないとまずいね。ほらよ。しげるんだ。はい、さあ行くよ。ほらほら、アスカ文化アタックが使わなくて、とりあえずもう一回ぐらい。覚悟はいいかい。真の場所だ。ちょいとやりすぎちまったね。いやさあ、このまま気持ちいいな。してくれないから自分で対処しとった。行きます。任せろ。こっちもたまるな。ダイヤモンドダスト。よし、まあこれで倒してくれる。ほらよ。さあキメラの方を先倒して、攻撃力高いな、ガールズボストロールは。よし、フィニッシュ。ギガブレイク。結構難易度高いな。おかえりなさい。大活躍だな。俺大活躍。小さなメダル3枚。クリア報酬は小さなメダルか。はい、おかえり。いってらっしゃいませ。でクリアしたことにより次の、地図をもらったと。クリアデータなのに一つ目の地図かなり難しかったんだけどな。いろいろもらえるね。まだもらえる。とりあえず3つもらった。これで地図を選べるのか。必要レベル3であの難しさだったからな。もうこの辺とか行けないんじゃないのか。どんな敵が出るとかそういう情報はないのか。いってらっしゃいませ。はい、マネマネさん。マネマネ衣装を変える。アクトの衣装、レイヤーの衣装。マネ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 